なりこうマックス借りたいっていう、まあ、希望があったんでしょうね。有効にですね競売というものにかけられてしまいます。収支計算できないとこれはね難しいので、不動産購入やっぱ数字で理解するってことが重要だと思います。はい、皆さん物件情報足りてますか？儲からん不動産投資、不動産コンサルティングマスターの平山です。儲からん不動産投資では初心者の方が不動産投資で失敗しないための情報をお送りしていきたいと思います。はい、本日はですね、この動画を見ていただいている方に特別なプレゼントを用意しています。番組のね最後に詳細をお伝えしますけども、そちらをぜひね特典を利用していただいて不動産投資を勉強してみてください。でね、まあ今日お話しする動画楽しかったと思う方はチャンネル登録といいねをお待ちしております。よろしくお願いします。平山さん、はい、最近不動産周りのニュース、はい、パラパラで出てきました。出てきましたね、年明けてね。そうですね、最近ね、あのニュースで見たのはね、住宅ローンね借りてるご夫婦の方がね、収入合算でねある程度自分たちで買えるね予算の中でね、かなりこうマックス借りたいっていう、まあ、希望があったんでしょうね。まあそれで住宅を買ったと。ただしまあこのコロナ禍でね不況になってきて収入が下がってきたということで、まあ、仮にね片っぽの方がね働けてても、もうパートナーの方がね収入が下がったとか職を失ったということで収入が激減してしまった時にですね、その返済がですねできなくなってしまったということで、まあ、泣く泣くね、まあ、返済できないっていうのは滞納になってしまいますし、ね、実際不動産の場合ですと滞納続いてね返さないと銀行にですね競売というものにかけられてしまいます。そうすると裁判所でね強制執行されて、まあ、いずれは出ていかなきゃいけないってことになりますから、まあ、その前に売るのが賢明であるとは思いますけれども、まあ、そういった形で売って、せっかくねマイホームを持ってたのに今は、まあ、賃貸暮らしにね移るわけですよね。まあ、そういったっていうケースも出てきたというニュースがありました。まあ、これはほんの一例でね、コロナが始まってから今までもね何回かこういった住宅にまつわる、まあ、不動産投資もそうですね、まあ、空室で払えなくなるとかってこともあるかもしれません。そういったニュースっていうのはね出てきてますので、まあ、ちょっとこう、まあ、ゾッとするなというかね、やっぱり不動産これから購入しようと思う方にはね非常にこうヒヤヒヤする、うん、なんかニュースだとはね思いますけれどもね。防ぐ方法ないんですか？そうですね、やはり防ぐ方法は今回の動画のね最後にもプレゼントしますけれども、やっぱりね不動産投資、まあ、不動産購入ですね、まあ、両方とも不動産買うわけなんですけども、やはり自分で返さなきゃいけないですね、借りたお金はね。なのでその返済計画がちゃんと立てられているかってことですね。あとはその、まあ、お金を借りるっていうことの相対的なリスクがあります。でもちろんね借りれないと買えないですけども、じゃあ自分の収入とか返済の力に見合ってどれぐらい借りればいいのかっていうのを、まあ、安全性をね見てね、どれぐらい借りればいいのかっていうのがちゃんと分かっていれば、ある程度こう皆さんパンパンでね借りようって思う方が少ないと思うので、やはりみんなリスクを感じれば余裕を持って借りていく。でもこれって感覚で分かっててもですね、こうしっかりと数字で出さないとやっぱりね理解できないんですね。なのでこれをちゃんと数字で理解することができれば、たとえ不動産投資であったとしても自宅購入だったとしてもリスクヘッジしておけばですね、こういうことは防ぐことができます。ただまずはどれぐらいの返済計画を立てて、どれぐらい自分の返済能力があるのかとか、どれぐらいにすれば安全性が保てるのかとかっていうことは、やっぱり収支計算できないとこれはね難しいので、まずはね不動産購入やっぱ数字で理解するってことが重要だと思います。収支計算って難しそうですね。そうですね、まあ、言葉で言うとねなんかね難しそうだし、なんかこう計算って言うと僕もね得意な子じゃないのでちょっとこう敬遠しがちなんですけども、不動産投資不動産購入の収支計算って至って簡単です。ただ使う計算は本当に足し算引き算掛け算割り算です。そんな難しいことになります。ただここで重要なのはちゃんと漏れなく出てくる項目をつかんで、費用に漏れがないこと、うん、計算のその素材ですね、材料ですね、これを見誤って振り込み忘れたとかっていうことになると、後でこんなはずじゃなかったっていうような費用がかかってきたりとかってすることがあるので、計算自体はもう一回その計算方法を覚えてしまえば簡単ですね。今回プレゼントするような特典の中にもありますけども、その計算自体至って簡単、ただその計算に使う数字材料をちゃんと捉えるってことが重要です。まあ、それは不動産投資の場合も自宅の場合も同じです。ただあの物件だったりとか買うものによってその拾う数字材料が違ってきますから、そういうのも違いもあるってことも頭に入れるってことですね。うん、それさえ分かっていれば、例えば数字自体は拾ってこれなくても、まあ、専門家とか、まあね、不動産会社さんを通じて数字を集めてくればいい。ただ何の数字を集めてくればいいか分からなければ、それがね伝えられなければそれをね見落としてしまいます。うん、もちろん優しい人は教えてくれますけれども、もしね何かの、 あの表紙でねそういった数字が漏れてると、まあ、こんなはずじゃなかったとか安全性が見れなかったとか、
ということになってしまいますので、収支計算は特に難しくありませんので、ちゃんと基礎をしっかりね覚えてください。はい、どうやって覚えたらいいですか。はい、これはですね、もう単刀直入に言うと、まあ、今日僕がね特典するプレゼントで不動産投資の収支計算というのがありますから、それを見て覚えてください。はい、で、まあ、これは僕はプロがね、教えてる講座なんですけども、それを覚えていただいて、あとはプロに聞くってことですね。ただここでも気をつけなきゃいけないのは、まあ、ちょっとお恥ずかしい話ですね、この不動産、まあ、投資業界、まあ、住宅はあんまないと思いますけども、不動産投資業界だと意外と勧めてくるコンサルタントだったりとか会社も自分の都合いいね数字を使った計算なんてのをしてますので、それだと意味がありません。うん、やっぱりね、どのね分野とかどの物件でも確実に必要になる数字、基礎の基礎ですね、これを押さえていかなきゃいけない。うん、まあ、今回の動画をね見ていただいた方にプレゼントする内容は、そういうもうどこにでも使えるような収支計算だったりとか項目になってますから、それを見ていただければできるようになります。はい、ただこれもやはり間違った計算を覚えてしまったらダメなので、まあ、どれがね正しい計算なのかっていうのがね、まあ、初めはもちろんわからないと思うんですけども、いくつかね収支計算の教材だったりとか本だったり見ていただいて勉強していただければなというふうに思います。はい、どうすればそれ見れるんですか。はい、今日はですね、まあ、冒頭から申し上げている通り、この動画を見ていただいた方には僕が不動産投資の収支計算を載っけた教材がありますので、そちらをねプレゼントします。なのでメールでね、今週のですね週末までにですね、詳細は概要欄に書いておきますけれども、そちらで、教材希望と講座希望と送っていただいた方に、来週からですね随時その講座を無料で、お届けしたいと思います。はい、ただし期限とか詳細な、ね、方法については概要欄に載っけていきますので、そちらをぜひご覧ください。今日はねコロナになって不動産でねちょっと青ざめるようなニュースが出てきましたので、それをもとにですね不動産投資の計算、不動産購入するときに必要な収支計算についてお話してきました。まあ、これ以外にもですね、こんなニュースあったとかですね、こんなことは教えてっていうようなコメント欄にいただければ動画でお答えしていきたいと思いますので、ぜひお待ちしております。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。